城山義満は、鎌倉時代に作られたとされる、日本刀。日本の国宝に指定されており、石川県白山市の白山美名神社所蔵。鎌倉時代の刀工、淡田口の陸にあるいは、国吉の子とされる刀城義満により作られた剣である。刀城義満は、京都淡田口派の刀工のうち最も著名であり、特に担当や、剣の作刀では、名手と知られていた。 吉光は実ッにあたる国吉と比べると、県の原尊作が稀であるが、本作も、名手の名にふさわしく、姿形が、極めて美しく、執鉄の出来の良さは他に及ばないほど、伝統の良さにあふれていると評される。本作は、徳川家光の幼女にあたるあちこが、加賀藩四代藩主である、前田光隆に嫁いだ際に持参したもので、もともとは、徳川将軍家もしくは、 三戸徳川家が所蔵していたものと推測されている。六百五十七年に清安院が死去した際に、この五代藩主である後期が母の冥福を祈って死去した翌年に白山美名神社へ奉納したものである。加賀にて代々近郊を務めていた水野家の記録によれば、1八百三年七月六日に、三景の右利、城山義光をぬぐい神としてその時の包み神が、 残されていることから、その頃に、拭いが行われていたことがわかる。1909年9月21日に、ご社寺保存法による旧国法に指定され、文化財保護法施行後の1952年3月29日には、国法に指定された。2019年現在は、石川県立美術館に帰宅されている。 波長は22.9センチメートル、元幅は2.2センチメートル。両校、両場作り、頭張らず、平ら肉の豊かな姿をしており、私鉄は小番目が積んでおり、地に絵が細かくつき、地形が入る。波紋は、自家人に小足よく入り、匂い深く小に絵よくつき、ンは、ほつれ心に二重人の心ありとされている。姿がよく整い。 磁場の出来は担当に比して一段と二え強くさえ、吉光作品の中では有品である。ありがとうございます。